始まりました。シュちゃんオートでーす。本日ですね、飯塚オートレース、今日初日でございます。全日経杯ですね。はい。こちらの今日は、5レースから、最終レースまでやっていきたいと思います。昨日の興奮がまだね、冷めない中ね、また飯塚の方もね、熱い戦いが今日からまた始まるわけでございますが、どんな展開になるのかね、また楽しみでやっていきたいと思います。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いいたします。さあ1本目の5レースですね。ここね、福岡選手がね、ちょっとフライングネオ2本持ちなんですよね。なんでね、ちょっときついかなと思って、ここはシゲルから行ってみました。まずはスタートね、しっかりシゲルちゃん行ってちょうだい。スタートしました。10戦からは2番の花本がスタートを決めていく。そして4番の水本もスタートを決めまして、食われたか食われないか、ギリギリだった。なんとかスタートを残す。40メートルのスタートは枠なり発進となりました。1周3コーナーでは最後方から7番の笠木が6番田中茂をインコースから刺そうとしましたが、ここはまだ7番手。レースは残り5周回。先頭1番の田西です。2番手2番の花本、そして3番手3番の福岡、インコースから4番の水本がここで捉えていく。さあ茂行った、どんなもんじゃい。6番の田中茂が召し上がり観光3番手と上がりました。4番手に4番の水本です。レースは残り4周回。さあ水本さんしっかりくっついて、1番田西が先頭、2番手2番の花本、そして6番の田中茂が3番手の位置につけています。田西さん逃げはいいんかい。これ水本、そして5番の佐藤と続いています。7番の笠木は6番手、最高峰に3番の福岡となりまして、レースは残り半分3周回。さあ水本下がってきて、花本が先頭となりまして、2番手には6番田中茂です。1番の田西は3番手に下がりました。6番の田中、インコースを狙ってここで2番の花本を捕まえました。思想1番時計、6番の田中茂が先頭、2番手には2番の花本、レースは残り2周回。3番手には1番の田西ですが、内から4番の水本が上がりました。さらには中段5番の佐藤は現在5番手から、インコースは1番の田西を捉えて、ここで4番手に上がりまして、さらには4番水本の外に並びかけまして、インに車を切り返していくか。しかしここは切り返さない。レースは残り1周。うわ花本さんの2着までか。先頭は6番の田中茂、2番手2番の花本です。3番手争い、4番の水本の外に並びかけます5番の佐藤、5番手には7番の笠木。最終コーナーから最後ホーム直線へと入っていきます。いやこれ買い方失敗。4番の水本が粘っていく。先頭は6番の田中、おめでとう。さあ6レースですね。ここは247、このボックス勝負でございます。まずは安藤さんスタートしっかり、山脇さんを置いて先に行きましょう。247この2車で、久方さんもスタートしっかり、さあ行け。スタートしました。10戦のスタートを2番の安藤コースタートを決めていく。そして4番の藤川幸宏もスタートしっかりと決めていきました。40戦は枠なりのスタートです。先頭1番の宮地、そして2番手2番の安藤で、3番手3番の山脇、インコース入りかけました。4番の藤川が4番手の位置、後方では7番の久門が順位を1つ上げて6番手。レースは2周目に入っていきます。1番の宮地が先頭、藤川さん頼みをしっかり。2番手には2番の安藤です。車間なく3番手3番の山脇、少し車間が空いて4番手の位置には4番の藤川幸宏です。そして5番高林、7番の久門、車をインに切り返しまして、ここで5番高林を捉えた。レースは残り4周回。7番の久門が5番手の位置につけています。
先頭は1番の宮地、その直後には2番の安藤、さらには3番山脇、中段の位置では7番の久門が4番の藤川幸寛の外に並んでまくっていくか。4番の藤川は現在4番手から5番手に下がりましてレースは残り半分3周回。一発でまくれ。1番の宮地が先頭、外からまくっていく2番の安藤、しかしここは抵抗。いや抵抗されて、さらには狭いところ入っていくか。7番の久門現在4番手の位置、先頭は藤川さんが伸びんよ。1番の宮地が先頭を守る。レースは残り2周の終盤戦、3番手に浮上したのは7番の久門です。1番の宮地が先頭、2番手2番の安藤、そしてインコースを狙いまして7番の久門、2番の安藤を捕まえまして2番手に上がりました。残るは1番宮地だけを捉えることになりまして、最コーナーではインに切り返しまして、ここで先頭を奪いました。いやー宮地さん残りか。7番の久門が先頭を奪いました。2番手、いやそこいけんのか。その展開か、難しいな。人気7番の久門が先頭、そして2番手3番手は25期の同期対決となりました。先頭は7番の久門で間もなくチェッカー。いや久門さんおめでとうございます。さあ7レースですね。ここは7番岩見選手、ね、ここは頭一択で勝負でございます。スタートね、阿部選手よりも先行ってくれる、そこはもうしっかり頼ませ。スタートまで3秒。さあ岩見さん行こう。スタートしました。10戦のスタートは2番の西村、外から伸びてくる3番の茂木。うわ、重富さん先行けんのか。40戦では外から7番の岩見が先行して、6番の阿部は最後方からのレースとなりました。いやそれはちょっと、1番の岩本が先頭、2番手2番の西村です。3コーナー3番の重富のインコースに切り込んでくるのは4番手から4番中口。レーサー残り5周回、1番岩本の引っ張り、2番手2番の西村、3番手3番の重富で4番手4番中口、ここは体勢変わらず、そして5番の内山が5番手、その後ろに7番の岩見がつけています。最後方は6番の阿部。さばいて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 、1番の岩本の引っ張り、2番手からしっかりとフレッチの2番の西村、そして3番手の1、3番の重富、ここも変わらず、5番の内山、さらには7番の岩見はポジションを上げていきました。4番中口は現在6番手の位置に下がりました。インコースをついては7番の岩見が3番手浮上しようかというところ、レースは残り半分で3周回です。重富さん捌いてくれよ。7番の岩見3番手と上がっていく、外には3番の重富、現在は4番手の位置です。5番手に5番の内山、1番の岩本が先頭、そして2番手、ここは粘り強い競争を見せる2番の西村ですが、内から7番の岩見が捉えていきました。レースは残り2周回、1番の岩本先頭、そして2番手7番の岩見が1番の岩本の外に並んでいきます。ダメだ、重富さんも1番の岩本岩本さんの2着目までは勝ってるんだよ。レースは残り1周、青旗ブルーで最終周回、トップを奪ったのは人気7番の岩見隆、そして2番手1番の岩本、3番手には5番の内山、5番の内山、最後に1番の岩本を捕まえられるか。最終コーナーインコースから一気に差し込んで5番の内山、しかしここは流れる、先頭は7番の岩見、人気に応えました降臨。そしては最終半40m。さあ8レースですね。ここ6番高宗選手ね、スタートまず浦田さんより先に行ってなんとかさばいて頭頼ませ。3秒切りました。さあ高宗君行ってみよう。競争スタートしました。 10m のスタート、2番の秋吉、そこ3番の室田、ここは吉松さんがスタート切れんかった。1番の吉川を叩こうかというところですが、ここは1番の吉川スタートを残していく。最終半40戦の2社は枠なり発進となっています。
3コーナーでは3番の室田が2番の秋吉をまくっていきまして2番手に上がりまして、レースは残り5周回となっていきます。後方では7番の浦田慎介、インコースから6番の高宗を捕まえまして6番手に上がっています。1番の吉川が先頭、インコースを狙うのは2番手から3番室田、ここで3番の室田が差し込んでいきまして先頭を奪うか、1番の吉川2番手に交代、レースは残り4周回、3番手の1位2番の秋吉、その外には4番の吉松です。4番の吉松が3番手、外からまくって上がっていこうというところ、さらには1番の吉川をインコースからさばきました、ここで2番手に浮上です。3番手交代、1番の吉川、その後ろ2番秋吉、外には5番武谷が並んで、レースは残り半分3周回、前が壁になってる。人気7番の浦田は現在6番手の位置です。外には6番の高宗良二が並んでいる状態、先頭は3番の室田、2番手には4番の吉松、車間空きまして2番の秋吉が3番手、その後ろは混戦模様となっています。5番の竹谷、インコースからは7番の浦田、レースは残り2周の終盤戦、4番の吉松が先頭、そして3番の室田は2番手です。3番手2番の秋吉のインコース、4番手から5番の竹谷が捉えました。ここで3番手は5番の竹谷へとなりまして、4番手に交代、2番の秋吉、その後ろからは7番の浦田、レースは残り1周、青田村で最終周回、4番吉松先頭、吉松やっぱ調子いいな。3番手は5番武田に、そして4番手後ろ全然来れない、先頭は4番の吉松健二、2番手3番の室田、まもなくチェッカーフラッグ、先頭は4番吉松さん、おめでとうございます。さあ9レースですね、だいぶ走路温度が上がってきました。そんな中ね、マサヤがしっかりね後ろから追ってくれるかどうか、その辺がポイントでございます。前の方では竹中さんがね最近好調です。さあどうなる、いけ、赤赤ランプです。双番車のフライングのため再発送いたします。ブルーランプが点灯しました。さあ2号車藤本選手のフライングということで再発送でございます。さあ2回目のスタートしっかりね、マサヤ後ろから追ってこれるかどうかポイントでございます。さあ行け、スタートしました。さあ竹中さんが食ってった。5番の田中照義、そして6番の田中雅樹、枠内発進、3番の竹中好スタートを決めまして、2番藤本を叩いていきましたが少し滑ったところ、2番の藤本がここは逆転していきました。4番手に4番の浦部、そして5番の田中照義、6番田中雅樹、最後方に7番の永田、いや6番の田中雅樹が5番の田中照義を捕まえまして5番手と上がっています。さらには3コーナー、2番の藤本がインコースから1番の田中を捉えました。先頭は2番藤本に変わっています。2番手1番の田中、3番手3番竹中、その外には4番マーニー、竹中さんまた引いちゃうの、そこ残り4周回です。2番藤本の主導権へと変わっています。2番手には1番田中ですが、そこをインコースから3番の竹中が捉えていきました。3番竹中がここで2番手上がる、3番手には外から4番の浦部が上がっています。先頭は2番の藤本、レースは残り半分3周回、後続を大きく引き出していきます。藤本です。2番手に3番の竹中、そして4番の浦部が3番手、4番手から7番の永田雅也が上がっていこうというところです。5番手の位置に6番田中雅樹がつけています。2番の藤本、まだ後続を大きく引き離しまして、レースは残り2周の終盤戦です。いや追いつけ追いつけ。2番の藤本先頭、2番手3番の竹中、いや竹中さんじゃきついか。そして4番手に4番の浦部、その後ろ6番の田中雅樹がついています。2番の藤本が先頭、2番手に上がってくる7番の永田正也、レースは残り1周、青旗振られてファイナルラップ。2番の藤本が先頭、車間がなくなってきました。7番の永田正也、それに惜しくなるか、最終コーナーへと入っていきます。2番の藤本先頭、2番手外に並びかけてくる7番の永田、7番の永田外からのまくり、まもなくチェッカーフラッグ、先頭争い、
ブルーランプが点灯しました。さあ10レースですね。まだ走路のね高いと思うんでね、篠原通選手ね、まあレーンを外さないと思うんですけど、頭は3番4番この2車で勝負でございます。まずは月の城なんとかスタートしました。残して最終班のスタートは外から7番の篠原が好スタートを決めていきました。10戦スターターは枠成発進です。先頭は1番の西久保、篠原早いなこれ。マコシあそこ頑張って、インコースから7番の篠原が5番の遠藤を捕まえまして5番手上がりました。3コーナーです。1番の西久保の先頭でレース片岡さん逃げて、片岡さん来い。2番手にはインコースから4番の片岡が上がろうというところ、ここは2番の中原もなんとか食らいついていきたいところですが、4番の片岡がここで捉えていきました。2番手上がる、3番手に交代2番の中原、そのすぐ後ろでは7番の篠原がインコースを追ってポジションを上げて、頭立つ前に頭になっちゃうよ。人気7番の篠原が現在は3番手の位置につけています。その外にはこちらも人気4番の片岡です。1番の西久保が先頭、その外に並んでいくのは4番の片岡。西久保さん引っかかってんじゃん、もうどうしようもええべよ。7番の篠原、その後ろに俺割って入られちゃうよ。もうインコースからは7番の篠原、外からは4番の片岡とポジションを上げる。1番の西久保はここで3番手へと下がっていこうというところ、しかし応戦していく。3コーナーではまくった4番の片岡が2番手へと上がりました。3番手交代1番西久保、その後ろに2番中原。レースは残り2周の終盤戦、人気の2車先頭2番手、7番の篠原が先頭、そして2番手には4番の片岡です。中原さん抜けないんだ、西久保さん競争を見せますが、直後では6番の松崎が外に並びかけていきました。そしてインに切り返すのは6番の松崎。レースは残り1周、青旗振られて最終周回、7番篠原先頭、2番手には4番の片岡。試走タイムでは4番の片岡が上回っていますが、ここは7番の篠原が独走態勢となりました。そして3番手代わって6番の松崎、先頭は7番の篠原で間もなくチェッカー。篠原選手おめでとうございます。ランプが点灯しました。さあ11レースですね。試走タイム一つ抜けました。広数ね、ここ一択で勝負でございます。スタートでね、どこまで、前を詰められるか。さあ広数行け。スタートしました。10戦スタートは2番の水口から3番の水崎と枠内発進、外からかまし気味にいった。7番の鈴木スタートを決めました。6番の前田を叩いています。最後方からのレースは6番の前田となりました。1番の松尾学が先頭、2番手2番の水口、3番手は3番水崎、そして4番手4番の青山です。さあ詰まりをここから水口さんが先抜けるか。鈴木弘和、レースは残り5周回、5番手に浮上しました7番の鈴木です。1番の松尾学が先頭、2番手2番の水口、青山さんしっかりそこ頼む。インコースからは4番の青山、外からは7番の鈴木が上がってきました。3番の水崎は5番手に交代しています。1番の松尾学は先頭を守りました。レースは残り4周回、2番手に2番の水口、そして3番手7番の鈴木博一です。鈴木博一がインコースから一気に2車狩り観光する3コーナー、ここで先頭変わりました。7番の鈴木博一が先頭、2番手には1番の松尾学が粘りの競争、ここからどこまで見せていけるか。レースは残り青山さん頑張って、3番手の位置から外からまくって5番の新村がここで2番手へと上がりました。そこ入って3番手に交代、1番の松尾学ぶ、その後ろインコースを狙って一発入っちゃってありがとうございます。4番の青山です。4番手に交代したのは1番の松尾、青山さん頑張って。5番手6番の前田、レースは残り2周の終盤戦です。2節連続優勝を決めている近況好調7番の鈴木弘和が人気に応える走り先頭、2番手には5番の新村、そのままでお願いします。そして3番手新村さん2着でそのままで、4番の青山文俊です。青山さん頑張って、あと1周、1番の松尾学ぶ、外に並ぶのあと1周頑張って、前田のレースは残り1周、青旗振られて最終周回、7番の鈴木が人気に応える走りをしっかりと見せています。2番手から追うのは5番の新村、4番の青山文俊が3番手、先頭は7番の鈴木です。2番手、よっしゃ決まったべ。まもなくチェッカーフラッグ、ありがとうございます。よかずおめでとう。
の中心は7番のさあ最終12レース、ここはもうタック2択でもう間違いないでしょう。頼みますタック君、お願いします。時計の針が動いて最後ね、しっかり当てて終わりたいです。スタートまで3秒、まずは佐藤。第12レースの予選競争スタートしました。10戦スタート、インコースから2番川端、3番斉藤、枠なり発進、その後ろ20戦も枠なりの発進となりました。先頭は1番の木戸、そしてインコースを狙ってくるのは3コーナー3番の斉藤です。2番の川端を捉えていくか、さらには6番の井村11もポジションを上げて5番手の位置に上がっています。最後方からは7番の有吉、レースが西に入ります。7番の有吉が6番手に浮上、1番の木戸は先頭、2番手に2番の川端、3番手4番根本、そして4番手6番の井村、5番手に3番の斉藤です。そのインコースを狙ってくる6番手からは7番の有吉、最後方に5番山崎、レースは残り4周を切っていきます。内をついては4番の根本が2番の川端を捉えて2番手へと上がっていきました。2番の川端は3番手に交代、その後ろ4番手、インコースから6番の井村が差し込んできまして3番手へと上がりました。さらには5番手から車を内に切り返して7番の有吉が4番手浮上でレースはこれ半分で3周回です。先頭1番の木戸が逃げていく、それを追っていく2番手から4番の根本、インコースを狙ってきまして4番の根本が差し込んできた3コーナー、1番の木戸もここは応戦したいところ、4番の根本がインコース、外には1番の木戸、そのすぐ後ろでは6番の井村、7番の有吉、レースは残り2周の終盤戦、4番根本が先頭を奪いました。そして2番手には6番の井村11、さあそこイン入って、先頭2番手は28キロの戦いですが、3番手から7番の有吉が内から6番の井村を捕まえました。さあと1周根本さん追って7番の有吉2番手、タクン頼むよ、青旗振られて最終周回、4番根本先頭、そして2番手には7番の有吉、3番手6番の井村、インコースを狙って最後の仕掛け、7番の有吉が飛び込む、ありがとうございます。ここでトップが変わりました。7番の有吉先頭、2番手4番の根本、3番手は6番の井村で、まあ、もなくチェッカー、7番の有吉先頭、はい、ということで最終レースまで見ていただきましたね。たっくん、篠圧、あとは広和ね、順当にその辺は勝ってったって形ですね。はい、まあ、岩井さんもね、いいレースをしました。はい、明日ですね、どうでしょうね、だん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 走路の温度が高くなってくるとね、やっぱり前が残りやすい、うん、そんな形の明日準決勝になるのかどうか、また明日やってまいります。ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。そして本日も皆様お疲れ様でございました。最後にお願いです、チャンネル登録並びに高評価ボタンと鈴ボタンプッシュ、そしてチャリロとの新規入会よろしくお願いいたします。